皆さんおはようございます。おっさんゲームズです。ドンキーコングリターンズやっていきたいと思います。すいません、今日見逃していたエリア 4-2 ぶら下がりマインコースターをやっていきたいと思います。視聴者の方から指摘をいただきまして、あ、忘れてたっていうのに気づきました。はい、それではコーススタートです。さあ行こう。あるんじゃない、もしかして。それに可能性にかけてなかったごめんなさいなかったね、そういう時もある。 OK。 お、ディディが最初に来るということは多分難しいコース。どう、トロッコですか。おお、むずい。やべえ、バルーン大事にしてよかった。こんな難しいコースだとは思わなかった。さあ行こう。おっ、おっ、うやー、まずい、やばいですね。これ何回やられるんでしょうか、私は。さあ集中。一回流れが分かってきたよ。ああ、なんか逃した、確実に逃したね。クリアに全集中力をかける。お、こんなんありやの。おお、中間地点、これがマインコースターですか。すいません、ちょっと噛んでしまった。マインコースターというやつか。おお、よいよいよい。え、これどうすればいい。これ入ればいい。ぶら下がったままいい。あ、ぶら下がったままいいんだ。ああ、難しすぎる。これ奥行くの、そういうわけでもないの。おいしょ、おお、なんとかクリアできた。さて DK 狙いよ、 DK。 こらー、よーいしょー。はい、すいません、いろんな隠し要素を逃しました。はい、一応道がつながりました。で、次回はいよいよボス戦ですかね。何かしら視聴者の方から物言いが入ったりしない限りはボス戦に、挑戦しようかと思います。そして今回いろいろと隠し要素とか全然取れなかったんですけれども、ちょっと難しかったですね、やっぱりこのコースは。このコースっていうか4-2のコースですね。この4-2の講座です。だいぶ難しかったんで、仕方がないと思っていただけると幸いです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。では、また次回。Please subscribe. できましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。私は、任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによって、この動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているのではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。